ハーフボード。さあ、なぎさちゃんとハーフボード、どんなコラボレーション技を見せてくれるんでしょうか。はい、波がないのでもちろん、ハーフボードは動きません。ここで9センチ、ラブラドール、ゆるりちゃんを呼んでみましょう。さあ、ゆるりちゃんがドボンと水に浸って、なんとなんと、棒を加えました。そう、ゆるりちゃんが引っ張るんで、なぎさちゃんは、バランスを取りながら一生懸命頑張っております。優雅に優雅に紐を引っ張っているのはラブラドールのゆるりちゃん。さあ、ここでくるっと方向転換できるかな。なぎさちゃん落ちないように気をつけて、ゆるりちゃんは最後の最後まで紐をしっかり持っていてくださいね。以上のオープニングパフォーマンス頑張りました。アンチャスの皆様、大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。はい、まず第一レース頑張りましたわ。レースはまだまだ練習中、新人は形へ。エントリーナンバー1番ピンクスヘルシーちゃん、エントリーナンバー2番カニーヘンダック主婦のブレイクちゃん、そして最後エントリーナンバー3番チワワナナメちゃん。皆様の目の前で可愛らしいレースを見せてくれるでしょう。それでは続きまして、第2レース泳ぎますワンちゃんご紹介いたします。第2レース泳ぎますのはベテランのレーサーたち。エントリーナンバー1番ミニチュアフィニッシャージェニーちゃん、返しますのはエントリーナンバー2番イタリアングレーハウンドスチュアートくん。2頭のワンコの一騎打ち。女の子と男の子の戦いとなりました。さあ、引き続きお目当ての選手へ集めます。We'll be right back.